ライオンズの先発は今シーズン2度目榎田です。まあ、初回辻監督も振り返っていましたが大ピンチだったんですけれども、はい、ここ乗り切ったこれが大きかったですよね、はい、三振三振で、はい、ここがでかかったですよ ね、はい、この三振も大きかったですね。左キラー清田、そして好調4番安田、はい、さらにはこのところ打点を稼いでるという井上、ここをしっかりと切って取ってノーアウト三塁一塁0点で振り抜けた榎田です、はい、ただ一方のマリーンズ先発はこちらはプロ2度目の先発となった中村俊也、こちら立ち上がりから素晴らしかったですね、はい、もう腕がすごく振れてて、はい、ストレートのコースに決まってますよね、はい、本当に自身がやはりポイントだと話していたストレート、そして井口監督も評価しているストレートも良かったというこの、はい、中村のピッチングでした。そして2回です。ここはセンター鈴木、まず1つ目のファインプレーが飛び出した、良かったですね。球際の強さが鈴木選手も、ね、いいとこ出ましたよね。秋山に追いつけ追い越せという、はい、ファインプレー。そして2回の裏です。ここはベテラン栗山、今週は勝負弱かったと話した栗山なんですが、やはりこの日曜日最後の最後にやってくれました。先制点が大きかったです、ね、これが史上45人目となります通算352塁打となったという栗山です。4回です。ここはノーアウト3塁1塁というところ、まあ、本当に早いカウントから連打連打というところがあったんですが、はい、最後は井上、はい、まあ、ちょっと逆転されて嫌な流れになるのかなと思ったんですけども、はいはいはい、まあ、その後踏ん張りましたね。まずは今のツーベース同点とされるとレアードのショートゴロもここはアウトを取りに行くというところで、このもう逆転までは致し方なしというところです、はいはい、でここから我慢という対決になっていくんですけども、ツーアウト三塁一塁でネギア、中村俊也の方もここは粘ります、はい、なんとか1本欲しかったですね。そうですね、はい、ちょっと迷いがというお話もありましたけれども、はい、ここも倒れてしまいました。5回です。ここはゲンダーファインプレーを見せます、はい、これも取る前から次のプレーの、いや本当ですね、考えてますよね、取った瞬間には体がもう反転してるというような、はい、そんなぐらいのこのゲンダーのプレーでした、はい、でここは5回の裏森です。ツーアウト2塁というところだったんですが、森が倒れまして、中村俊也は結局5回81球被安打5自身点勝ち投手の権利を持ってマウンド降りたんですが、ただこの6回です。2番手で小野がリードを守りたいところだったんですけども、2アウトから5番のこの先のヒットから、こちらもベテラン中村、この見事ですね、はい、勢いでも仕留めましたからね。そうですね、はい、あ、この投手にしたら痛い一球ですよね、痛烈な打球を飛ばしていって、前のバッターがあれだけの打ったんで自分も打ちたいと思っていたというクリア、ここはもうさすがの、はい、一言ですね、ツーベースをおかわりしたという351本目のツーベースは追加点、非常な、ここは勝ち越しとなったというクリア、には木村です。この1点大きかったですね。そうですね、1点差でいくのと2点差でいくのまた、次ピッチャーもね、うん、村にとってもね、あのガッツポーズがやはり出るぐらいね、はい、嬉しかったと思います、はい、そしてフォローミーに乗って登場した平です。あの失点して以降はこちらもノーヒットピッチを続けていますが、川越のこちらはハイプレーでした。見事でしたね、はい、もう離さない気持ちですよね、はい、執念というところを感じられたライオンです、はい、そしてギャレットなんですが、このボール、これがメットライフドーム史上初160キロとなりました。そうですね、これはどうなんでしょうね、あそこに来てもバッター出てしまうわけですからね、はい、最後は増田です。剛腕2人の後なんですが、それでも増田も負けじとストレートでねじ伏せていきます。中村翔吾が倒れまして、試合終了。ライオンズがこの試合は勝ちまして、このカード勝ち越しを決めたという6連戦です。笠野さん、はい、